はい、レオ君はまだかな、まだかなあ、もしもし。あれ、ビジネスマンが。あ、すみません。あれ、何をしてるんですか。レオ。電話つけて、あ、そっか、今まで電話のその仕方やってないけどね。あ、電話の仕方ね、すごい入りですね。いつの間に。はい、じゃあ一時。はい、一時あります。お願いします。なんか、ちょっとなんか。最近落ち着いた感じですね。もうだいぶ、もう今何回ですか。もう80、90とか80とかね。そこまで行ってないよ。まだ行ってない。80ぐらいかな。だいぶなんかさっき何やってか忘れてきた。まあ目標1000回ですね。はい、頑張ってください。じゃあ今日さっき言ったんだけど、いやもうこれからね、だいぶ観光を話せるようになりましたね。ちょっとなんか期間が空いたような気がして。最近忘れて。暑くて。それでだったそのもうちょっと喋るなったから、はい、じゃあ今まではまあ会って話すことが多かったんだけど、これから本当にもっと高いレベル、もっとね、はい、上のレベル、電話これ難しい、ね、出れますか。電話ね、これね、例えば英語のね、はい、生徒さんもねよく言うんですよね、はい、英語でも本当電話は難しい、当たり前。前言ったんだけど、本当にその顔が見えない、実際に顔見えないけど、実際に会って話が一番楽なんですね。一番楽だから、それをみんな知らないでも、だから会話が一番難しいと思うんですけど、実際会って話すと一番簡単ですね。相手がもうだってジェスチャーとかもやってるっていうか、でも点眼は見えないから難しいんですね。本当に難しい。でもじゃあとりあえず、例えばその韓国で今最近も結構観光旅行行って自由に行って、なんか自分が一人で行きたいなと思って本当になんかもう横会社とか通らなくて、ただティケだけ取って自分が本当にホテルとかも全部予約して行きたい人いるんですね。でだとまあ大体この日本のサイトでやってるその韓国の紹介されたホテルは大体もうそうなんで日本語の対応できるそのホテルが多いですね。でもそれでもやっぱり最初電話した時、じゃあもしもしとかヘロよりハローよりね、ハローより何がいいですか。韓国語でいいですね。韓国語でね、もし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 は何ですか。しもしもしもし、なんかしもぎたじゃん。しもしはなくて、じゃあ予防せよ。ああ聞いたことある。そうそう、予防せよ。レオ君よく言ってますね。うちもなんか電話したら、ああ予防せよって友達がいるのかと思って。はい、予防せよ。はい、予防せよ。あ、レオ君予防せよ。こんな感じ。それでもうテレビだからね。テレビ。じゃあ予防せよ。ああ、やばせよ、言ってる。やばせよ、そういうようなね。それがなんかもしもしと思うんですよ。本当に電話だけで、もう電話というか、もしなんか本当になんか全然店に入ってまだ店が真っ黒で何も見えないとか、ちょっとその時はなんかもしもしとかね、そういう感じも同じですよ。呼ぼせよっていいんですよ。呼ぼせよ、誰かいないですか、そういう感じね。ああ、じゃあドアとかでも。そうじゃあなんか誰がいますかみたいな、こうドアで叩いて呼ばせよう。そう。あ、本当に。例えば呼ばせよ。なんか誰かなんか知らない、これはこれ呼ばせよということは大体相手が誰か知らない場合なんですよ。だその時尋ねる時は呼ばせよという言葉です。日本だともしもしは電話だけですからね。すいませんしか言わない。でも例えばその本当にまあ映画とか出るんですけど、例えば動物でなんか誰もなんか誰がいるかもしれない時も、だったらちょっと。やばせよとかね、そういう感じでちょっとなんか怖い感じで、そういうのはねやっぱり聞かなきゃわかんないですね。教科書絶対載ってないですもんね。なんかその韓国の最近ね、韓国のホーラー映画って結構面白いこといっぱいあるんで、ホーラー映画もねちょっと見たらそういうのが載ってるかもしれないですね。そうです。じゃあちょっと韓国のホーラー映画についてもね次ね聞いていきます。じゃあやばせよ、電話来た時はやばせよ。そうですね。じゃあレオ君のね携帯にここで YouTube 見てもらって、いたずら電話して、これ書いてある、呼ばせよって言って、これ見えないですか、これ書いてるんですけど、これ本当に心がね優しい人しか見えないですよ。心優しい人だけ電話してくれると080全然見えないでしょ、心優しくないから。呼ばせよ、そういうことで呼ばせよ、使ってください。はい、呼ばせよ。じゃあみんな